こんにちは、パーソナルトレーナーの斉藤です。本日はヒップアップにも効果のある体幹トレーニングを行っていきます。姿勢改善にもとても効果があります。では行っていきましょう。まず肩の下に手を置きます。四つん這いの姿勢になって対角線の足と手を伸ばしていきましょう。ポイント1、お腹にしっかり力を入れて体がぶれないようにしましょう。ポイント2、呼吸は止めずに吸って吐いて繰り返していきましょう。では15秒ずつ行っていきます。まずは左手と右足いきます。スタート。はい、変えていきましょう。今度は右手と左足を伸ばしていきます。ラスト5秒、4、3、2、1、終了です。トレーニングは以上になります。バランス取るの難しかったでしょうか。週に 2,3 回行っていくと綺麗な背中からヒップラインを作ることができます。ではシェイプアップ TV に他の体幹トレーニング動画もアップされているので、ぜひご登録よろしくお願いします。